ガンスリンガーストラトスは2012年7月12日に日本のスクウェアエニックスより稼働されたアーケードゲーム。通称ガンスとガンスリンガーストラトス共体オンラインによる 4VS4 の 3D 対戦アクションシューティングゲーム。合体可能な2つのガンコントローラー、ダブルガンデバイスによるアクションが特徴。ネスカライブが提供する。 IC カード、ネスカを利用することで、1枚につき1キャラクター分のプレイヤー情報を保存することができる。ガンスリンガーストラトス2からは、カード1枚で追加キャラクターを含めたすべてのキャラクターのデータが保存可能となり、キャラクターを新たに使い始めることに、ランク振り分け戦が行われていたが、バージョン1.08で廃止となり、現在は、 プレイヤーランクから初期ランクが設定される。稼働日当日より、携帯電話、スマートフォン向けサービス、gunslingerstratos.net も開始。会員登録自体は無料で行うことができるが、キャラクターのカスタマイズなどをするには、有料登録をする必要がある。2012年1月11日に行われた、 スクウェア,アイニックス主催の特別内覧会にて初披露され、4月11日から4月22日にかけて、東京と大阪の計算店舗でロケテストが行われた。このロケテストは、ベータテストと銘打たれ、ゲストを招いてのイベントや、正式稼働前大会なども合わせて実施された。開発はバイキングが行い、シリコンスタジオが開発した国産ゲームエンジン、 オロチの採用を第一弾タイトルである。シナリオに、海宝のりみつ、森瀬良、カナンコイが参加している。2013年1月には、東京で、8月に、大阪で大会ツアーが行われ、両大会合わせた、賞金総額は1000万円というゲームにおける、大会でもトップクラスの賞金が用意された。また、大阪大会終了直後に続編として、 ガンスリンガーストラトス2を発表、2014年2月20日より稼働が開始された。また、1のマイナーチェンジ PC 版、ガンスリンガーストラトスリローデットの運用テストが2015年に行われた。リローデットは、1と2の時代の間に起きた出来事を描く。2016年5月12日よりシリーズ最新作、ガンスリンガーストラトス3の稼働が開始された。 2017年4月24日からは各キャラクターにキャラクタータイプを追加リスポーン、覚醒の仕様変更、ウェポンパックの新規作成、削除を行ったバージョンが稼働開始。アトラクトムービーでは3の表記を反転させもっと戦略的にと打ち出している。2018年8月19日に行われた6周年記念イベントストラトスパーティー6において 世界進出に向けて注力するため、9月実施予定のオンラインアップデートをもって、メジャーアップデートの終了が発表された。ネットワークサービス自体は継続されていたが、2021年4月1日をもって、ネットワークサービスを終了。60インチのプラズマディスプレイを採用した専用筐体を使用している。新型システム基板、対頭タイプ X3 のパワーを活かし、 フル HD かつ 60fps のグラフィックを実現している。また、ヘッドホン端子が用意されており、プレイヤーが持ち込んだヘッドホンやイヤホンでゲーム音を聞きながらプレイができる。インカムにも対応しており、ローカル接続しているプレイヤー同士で会話することもできる。ダブルガンデバイス本作の最大の特徴である、二つのガンコントローラー。左手用のレフトガンデバイスと、 右手用のライトガンデバイスからなり物理的に合体させることにより3つの形態を取ることができる。形態によってゲーム内でプレイヤーキャラクターが使用する銃器が変化し最大で4種類の銃器を自在に使い分けることができる。これらのスタイルは武器の重量とキャラクターの搭載限界性能によってキャラクターの移動速度が低下する。ガンコントローラーを 画面外に向けることで、ある程度移動速度低下を抑えることもできる。また、コントローラーを画面外から画面内に向け、一定時間の間に攻撃を当てることで、クイックドローとなり、攻撃力が増大する。また、レフトガンデバイスには、プレイヤーキャラクターの移動に用いるレバーが、ライトガンデバイスには、ロックオン対象切り替えやカメラ操作に用いるレバーと、 ジャンプや飛行に用いるジャンプボタンが用意されており、これらを親指で操作することで、プレイヤーキャラクターを自由に移動させて、戦うことができる。コインを投入する。その後、画面に向けて銃を持ち、トリガーを引く。ネスカを使用する場合は、カードリーダーにカードをかざす。間違って別のカードをかざしても、制限時間内であれば、他のカードをかざすことも可能。 使用しない場合は画面にある使用しないボタンを打つゲームモードを選択する新規のカードを使用する場合よびカードを使用しない場合はキャラクターを選択する各モードをプレイゲーム終了後自動的にゲームオーバーカードを使用した場合はサーバーにデータが保存されるこのモードによって店舗でチームを組んで出撃することは機動戦士 ガンダム戦場の絆になぞらえて俗にバーストと呼ばれる。全国対戦モード及びテンポチーム、VS 全国対戦モードでは一定の条件で特殊マッチが発生することがある。両軍とも1万の勢力が与えられ、制限時間180秒以内に敵の勢力を例にしたチームの勝利。制限時間以内に例にできなかった場合は、残りの勢力に関係なく引き分け。 両者敗北扱い。キャラクターには使用するウェポンパックによってコストが設定されており、HP が0になると、自軍の勢力からそのキャラクターのコスト分がマイナスされる。その時点で勢力が0になったら負けだが、1でも残っていれば再出撃できる。他作品とは異なり、再出撃の際は HP は完全な状態で復活できる。バージョン1二一までは、 ゲームモード選択の時点で使用する WP を選択していたが、バージョン1.30以降は、マッチング確定ごとに、各戦闘で選択するよう変更された。これにより、同時に実装された簡易チャットと合わせて、プレイヤー間でのコスト、編成の調整をすることが容易となった。フロンティア S と第17極東帝都管理区の2つの勢力がある。 初期状態のコスチュームが違うのみで、どちらを選んでも使用できるキャラクターや、ウェポンパックは同じ。なお両勢力は、平行世界として設定されており、両勢力で同一人物が存在しているのは、当該設定に基づく。西暦2115年、かつて、日本と呼ばれていた国家の未来は二つに砕けていた。強者のみが生き残る、熱気自由の無法世界、フロンティア S。 安楽な暮らしと引き換えに、すべての自由を売り払った、管理世界、第十七極東帝と管理区。100年前に起きた、大災害から分岐した2つの平行世界が突如、融合を開始。双方は、世界の存続をかけて、巨大粒子加速器を使用した、タイムリープ作戦、オペレーションストラトスをもって、互いを滅ぼす道を選択する。 互いの未来をかけた戦いによって2015年の防衛に成功したエージェントたちだったが、その戦いに呼応するように、第三勢力、アノマリーが様々な歴史の得意点に進行を開始。未来である2 1 1 5年への逆進行も開始され、作戦は継続を余儀なくされる。エージェントたちの戦いが激化する中、両勢力はアノマリーの本拠地とも言える進行。 元軸を発見する。両勢力は、オードナー性を持つ3人のエージェントを加えアノマリー、進行作戦を開始する。黒エ・アカネ黒エ・アスマアレックスサンダーボルト、全国対戦モード及び店舗チーム、VS 全国対戦モードでは対戦したいステージを選択することができる。マッチングされたメンバー全員が選択した中から、抽選によってステージは決まる。一部施設や看板は、 実名で登場する。すべてのステージにおいて、フィールド上にある建物等を攻撃をすると、破壊することができる。これによって地形が変化し、戦術も変化する。ゲームのバージョンアップによりステージも追加される。ステージについては、ゲームセンターの多い地域を中心に選択し、対象となるビルの権利者に一件一件問い合わせ、破壊演出の承諾をしてから作成している。 なお、バージョン1.21以前は、マッチングメンバーの多数決によって、ステージを選択していたが、特定のステージに偏るという問題があったため、バージョン1.30より、現行の方式に変更された。今作では、アノマリーからの逆進行というストーリーを反映して、覚醒力もステージに含まれている。また、バージョン1.05からは、ランダムセレクト機能も実装された。 現在のところ1のステージは、上記以外は実装されていないが、稼働初記事、ランダムセレクトで1のステージが選択肢に含まれるというバグが確認されていた。歌手は共にフライングドッグ所属。トランスファーライブチューン、アディング中島愛、ハッピーエンディングシミュレーターなの2012年10月7日から2018年9月30日まで、超 A&G で配信されたラジオ番組。 毎週日曜日配信。2013年4月21日には番組初の公開性放送と公開録音の二部構成イベントが開催された。番組中には4週合わせるとゲーム上での特典を受けられるキーワードの発表も行われた。2014年4月から2018年9月30日まで超 A&G で配信されたラジオ番組。 2015年4月より6月まで、東京 MX、BS11 と、チギテレビ、群馬テレビ、ニコニコ、ATX にて放送された。一度 PV 用にセルルックのショートアニメが作られたこともあり、セルルックのアニメとしてはこれで二度目となる。ゲーム本編で、スタッフとして携わった、ニトルプラスのメンバーが、本作でも制作スタッフとして参加する。 ストーリー基盤は、管理区視点で、物語が進み、大筋は、ゲーム原作に沿うものであるが、テレビアニメオリジナルの要素を盛り込むオリジナルストーリー。エンディングアニメーションの絵コンテ、演出は、梅津や美みが担当する。ウェブ配信版とテレビ放送版は、第1話から部分的に異なる展開があり、最終話は、テレビ放送版とウェブ配信版で、 後半のストーリーが全く違ったものになっている。最終話の翌週には特別編を放送し、その際を一部明かされている。第12話放送、配信後の2015年6月21日に、第12話2本を収録した第7巻が発売されると発表があった。これに伴い、第6巻には第12話を収録しないことになった。ガンスリンガーストラトス。 ギガントマキアのタイトルで、電撃魔王2015年4月号から2016年3月号まで、連載。作画は、悲願老人、原作は森瀬良、協力は、解放のり密、スクエア・エニックス、ガンズプロジェクト。ゲームやアニメ版と共通の世界観を元にしているが、フロンティア S でも、第17極東帝と管理区でもない世界が舞台で、 ジョナサン・サイズ・モアとその相棒のマックスを主人公としたオリジナルストーリー。全2巻。2015年7月27日発売。ISBN978 から4から04から865,164から62016年2月27日発売。ISBN978 から4から04から865,637から5。 ガンスリンガーストラトスリローテッドと題して、PC 版サービスを2015年8月より稼働させた。アーケード版をそのまま移植させたものではなく、各陣営にコアと呼ばれる拠点のようなものが存在し、敵軍のそれを破壊することが目的。登場キャラクター、バトルステージ、所属クラスによるマッチング、ウェポンパックなどは、アーケード版と同様。 サービス委員よりわずか半年ほどの2016年3月をもってサービス終了する。ありがとうございます。